シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よ、今日の夜会は、セダンのガチャ、引いてくってやつだぜ。まあ、今のところよ、オーブが140個やっけな。10連2回引いて出なかったらあんまり。プラスで、星玉引けるように、オーブ集めてくるってやつなんだが、とりあえずな、引いていこうぜ。最初から当たってみんだぜ。いや、こいつか。これ神社になんか勤めてるんだ。家が神社だ。おいおいおい、ちょっと待て。おい、これ確か主人、いや、違うな。新構えとかじゃない、これあれだ。愛の、なんか、ヴィーナスのやつか。早速出やがったぜ、さっきのやつ。で、これがあの、力強いあのやつね、声低い。すげえ出んな。まあよかった。とりあえずよ、1個確定出たから。確定じゃねえ、1個出たからよかったぜ。そんじゃあもう10連やっていくぜ。とりあえず俺が欲しいのはよ、あの水の女の子、アミっていうのか、あいつが欲しいんだ。なぜなら今この次アルカディアがあるんだけど、そいつめっちゃ使えるのよ。これは爆死だな、この流れ。マジかよ。ってなんでお前が出んだよ。まあまあいいや、こいつ強い。まあ確か。お前セーラームーンなんか敵みたいな雰囲気するけどな。そんで、まあなんとか集めてきて、引くんだが。さすがによ、今友人たちが、オーブ100個使って20連、3人ぐらい引いたんだが、みんな何一つ出たかったらしいぜ。相当渋ってんじゃないか、絞ってんじゃないか、自信。やばい、まあいいや。爆死じゃねえ。爆死じゃねえ。ね、まあ要するに今のこの状況は、2個引いて、星玉貯めるってやつだ。まあ、星玉よ、こういう感じで引いて出たことねえから、期待はしてねえが、とりあえず俺が狙ってんのはあの水のやつ。お水の女の子、アミっていうのかわかんねえが。それが出ればいいんだがよ。はいはい。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃあ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。